これ最近なんですよ、実は。卒業したの？卒業したんです、私。あたたたたた初めてのセックスはどんな感じだった？忙しかった。合ってる？暖かかった。ブラパパパパ一瞬だった特にその思い出がない。本当は大切な瞬間だと思うんだけど、あんまり自分は覚えてなくて。高1？ When I was 15。 16？ 17歳の時で。18？ 18です。18ぐらいやったんですけど、本当純粋な恋愛のもと、じゃあこのステップだねみたいな。もう高校生だしねえって思ったの。私遅かったから20歳ぐらいの時かな。2週間前ほどですね。ベッドではなく床でやりました。ニューヨークでした。かっこよくないですか？まあ、屋上でやってなんか雨が降り始めた。地下室行こうよって言われて、なんかマイケル・ジャクソンのモノマネみたいなのいきなり始め出して、なんかポーとか Your skin is perfect ってずっとこうやって撫でられてました、ね、で気づいたらセックスしてました。めっちゃ楽しかった。楽しかったです、はい緊張したけど楽しかったです。緊張とかはしなかったっすね。うふふって感じです。向き合って座ってる時に、おもうあーみたいなって終わってもったみたいな。初めて痛いって聞くし、めっちゃ痛かった。めっちゃ痛かった記憶しかないんですけど、痛っていう気持ちがいっぱいでした。痛くなかったんです。とうとう盛り上がってたんでしょうね、私が女の子って緊張するし、まあ気持ちよくないよ最初は。本当におすすめしないよ頑張って、マジで。思ってたのと違ったどこがどこに入るのか、えみたいな。足もなんか、わかる？こんな感じ、足も。予習とかしてきた？いや、予習はもうがっちり。もう予習なんて、でもその18の頃なんてもう毎日マスターベーションするから、予習もクソもあらへんよ、もう。学習でしかない。相手が好きっていう感情と、部屋に二人でいてドキドキしてたから、もうそんなこと考えてる暇なかった。中学校の時から、もしも彼女ができたらこうしてこうしてこうしてこうするぞっていう、なんかそういうファンタジーはあったけど、初めてはプロだよ。大体そんなもんでしょ、みんなの初体験。これもう最悪なんですけど、気づいたら否認されてなかったんですよ。終わった後にえっみたいになって、マイバディマイチョイス的なやつあるじゃないですか。それがね、ちゃんとその時徹底されてなかったのかなと思って、当時の自分に言ってやりたいですね。あんまり好きじゃない人としてしまい、でその後その人から逃げたくて、ちょっと嫌な思い出っていうか覚えてない、多分ブロックしてるんですよ、脳が。So I had sex for the first time twice. I had sex with guys. I lost my virginity again with girls. Sex with girls the first time was great, and I was like, what have I been doing all my life? 一番なのは自分自身を知ることかな。大人になってなんかいろんな人と、あんまいろんな人と探さなくてもいいんだよ。そのうちうおいい人みたいになってくるから。まずはセックスはゴールがなくない？ここにたどり着かないとセックスではないっていうのは自分の考えではなくて、とりあえずやりながら楽しめるっていう。愛ってこれなんやみたいな。あ、愛ってこの向き合い。ムーンウォークとか始めて、でクールクールってずっと褒めてたら、なんかめっちゃ喜ばれて、で気づいたらセックスしてました